はい、どうも、こんにちは。マガレツです。今日なんですけれども、荒野行動 PC プラスやっていこうと思います。で、これは PC 版になりまして、中国のアカウントを取らないとできない、PC プラスっていうね、実質荒野行動2みたいな感じのゲームなんだけど、いろいろなんかグレポンとかグレネードとか、あのクレーモアとかね、いろんな武器がなんか実装されてるみたいなんで、今回はどういうゲームかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなと思います。それでは荒野行動プラスやっていこうと思います。行っていきましょう。はい、じゃあということで、ロビーにやってきたんですけれども、P90 とか、これあれだ、15倍スコープまで見える、双眼鏡ですね、双眼鏡。双眼鏡だ。双眼鏡と、あと、これ LMG か？これ LMG かな？あ、95式か。95式だ。95式、ドラグロフ、そしてこれはあれですね、スナイパーライフルですね。この武器の名前は STRG、狙撃銃ですね。ボルトアクション式の狙撃銃。とかいろいろあるので、早速ソロなのでやっていきたいと思います。ソロなんであんまり初動詞避けたいんで、そんなに大きいとこ行きたくないんですけど、森林ジョビーン誰これ、森林ジョビーンっていうのかな、ここに行っていきたいと思います。それでは早速降りましょう。これ病院かなんかかな、なんか医院って書いてあるぐらいだからね。さあやっていきましょう。まあ、あのクオリティもなんか上がってる感じはするよね。あ、綺麗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 。ほら、ちょっと空とか結構綺麗になって、あ、すげえ示されてんだけど、待って、敵向かってね、一人大丈夫。はい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 この飛び方すごいな。また旅みてえになってるけど、また旅かお前は。さあやっていきましょう。とりあえず入っていって、まあ、あの敵はいないっぽかったんで、まあいいかな。うん、敵はいないと仮定して物資を漁っていこうと思います。あ、早速ありましたよ。みんな見て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 、ロケットランチャー。ちょっと後で撃ってみよう。で、あとね、セムテックスグレネードっていうんだっけ、これ。あの、粘着グレネード。ちょっとやってみるよ。これね、くっつくことができるんですよ。普通のグレネードとは違って、ほら、くっついて、爆発する。みたいな感じらしいんで。ま、これも、あ、待って、敵いるんだけど。ちょっと待って。ちょっと待って。おまちょっと。強すぎだろ。強すぎじゃないか、これ。これはぶっ壊れ武器なんじゃないの？大丈夫？これだって当たったら一発で死ぬじゃん。あの、フォートナイトだったらさ、建築して、なんか防いでとかできるけどさ、これその要素ないじゃん。もう撃たれたら一方的にやられるだけみたいな感じになってるからさ、まあでも面白いね。あ、今なんかゲットしたな、今俺。あ、クレイモアっすよ、皆さん。ちょ、見てください。クレイモアって言って、例えばね、こう待ち伏せで、こう、ここでね、例えばこっちの方に敵がいて、じゃあここでスナイパーライフルで撃っとくかって言って、でもさ、後ろガバ空きじゃん。でもここにこのクレーモア置いておけば、その赤い線に足が引っかかった瞬間に爆発するっていうね、まあ、優れもの。だから危ないんで、ちょっと爆発させときますわ。まあ通常の FPS ではね、あの、例えばコールオブデューティーとか、まあ、そういうゲームではよくあるものなんだけど、バトルロワイヤルゲームではあんまりないよね。まあ、罠はフォートナイトでもあったけど、あ、AK47 ありましたね。で、なんかね、ファースト、セカンド、サードってなんか3つ武器持てるみたいで、まあ一応ウージーはなんかあの、ハンドガン枠に入るみたいですね。何これ？なんだこれ？何これ？銃？ちょっと待って、これ電動ドライバーじゃん。え、もしかしてこれ接近戦武器ってこと？これ電動ドライバー。まあ、確かに痛そうだよね。なんかちょっと可愛いな。可愛いね。ちょっと面白い要素いっぱいあるな。あ、2倍スコープありました。とりあえずじゃあ AK に2倍スコープつけておいて、まあ、AK も結構多分反動あるんだろうな、この。あ、待って、M4 あるわ。M4 に変えるね。リングオブエリシオンみたい。あの、雪山のバトロワってわかるかな？あの、PC 版で雪山バトロワって言って、なんかいろんな有名な実況者さんがやってたゲームあるんだけど、あれみたいな感じする。ちょっと待って、なんだ今。あ、サーマルスコープっす、これ。サーマルスコープゲットした。シールドいいっすね。これシールド、これシールドしながら撃てるわ。これ家に詰めるときめっちゃ強いじゃん。じゃあどうせ 5.56 しか使わないんで 7.62 は捨てて、まあ、一応ね、一応俺も荒野行動 PC 版やってた勢だから、まあ、分かる範囲のことはちょっと説明していきたいなと思うんだけど、やっぱりこう新作ですから、ちょっと違う部分がいっぱいありすぎて、いて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 、ちょ、やべやべ、ちょっとこれ結構ダメージ食らうな。こうやってこんなダメージ食らったっけ。でもね、なんかシールドね、すげえ邪魔なんですよね。シールドがあると。分かるかな、こう狙うときめっちゃ邪魔。ちょ、シールド捨てていい？ごめん。ちょっとシールド捨てるわ。ちょっと邪魔だわ。あ、レーダー？レーダー？あ、レーダーって書いてある。これ敵の位置分かるってこと？周囲にいたら。ほら、左下のマップ見てもらうと分かるんだけど、レーダー発生してるから。
え、これ強くね、マジで。ちょっと待って、俺安全地帯入ってる。あ、まあ、ギリ入ってないけど。まあ、いろいろちょっと見たんだけど、あと、この、なんだろう、走ってる最中にさ、ちょっと下の方見てほしいんですけど、灰のボタン、灰のボタンじゃない、灰のマークがあるじゃないですか。これ、スタミナゲージがあるみたいで、スタミナがなくなるとこうやってハーハーしてね、走れなくなっちゃうみたいなんですよ。だから結構、移動手段は、もう歩きっていうのはもう結構ないのかな、あんまり使わないんじゃないかなって感じはしますね。このゲーム超便利なのが、こうドットサイトとサーマルスコープって言って、なんか2つ、つけられるのね。で、切り替えもめっちゃ簡単で、キャプスロックっていうボタンを1回押せば、こうやってね、切り替えてくれるんですよね、自動的に。ほら、こんな感じで。これ便利だよね。あ、待って、ヘリコプターある。ヘリコプターある、あそこに。見て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 。やば。ヘリコプターで行こう。ヘリコプターで行こう。ヘリコプターで行こう。やっぱ乗れるものは乗るでしょう。乗りたい乗りたい乗りたい。ヘリコプターとか飛行機とかさ、ちょっと男のロマンなところある。わかる男の子。わかるかな。めっちゃ乗りたくない乗り物とか。戦車とかはちょっとわかんない。あるかはわかんないんだけど、もしあったらやりて。ちょっと待って。ちょっと待って、近くない？ちょっと待って、撃つな。ちょっと待って待って、お前どこだ。いた。やったオッケー。巧みな輪を使いの？オッケーですね。倒しました。ふざけるな。俺はな、PUBG の PC 勢だったんだよ。舐めるんじゃねえ。特別もいらねえかな。ちょっとよくわからない部分の、アイテムとかもあるけど、本当はここでこの武器を使った方がいいとかもあるかもしれないんだけど、とりあえずは、乗りたい。これ、どうやって運転するのこれ。どうやって運転するのこれ。はい。これどうやって、あ、シフトキーで、上に上がっていくんだ。うわ、すげえ。これちょっと待って、撃ち落とされたらやばいね。でも、いや、めっちゃ面白い。これ、方向転換できないんだけど。方向転換はどうやんの？あ、E で、あ、リーンのボタンでね。あ、方向転換ですね。うわ、すげえな、これ、マジで。え、すごい。ちょっと待って、普通に、おもろいぞ、これ。ただ、ちょっとね、60fps しか出ないみたいなんで、120とかね、そういう大きい、フレームレートは出ないみたいなんで、まあ、これは完全に移動手段なのかな。あとは、スクワットとかだったら、もしかしたら、こう、上から狙撃とかできたりとか、するみたいなんで、ただちょっとね、さすがに、このヘリコプターからの狙撃は多分、偏差があると思うんで、荒野行動だったとしても。え、まあ、近くない？ちょっと銃声近ない？近すぎない銃声。ちょ。着陸してよ。はい。いるのは分かとるよ。ここにいるんでしょ。あ、いますね。これ偏差がわかんねえ、偏差がわかんねえけど。でもとりあえずこっちにも敵いる。やべ、撃たれてる。ちょっと待って、一旦引く。一旦引こう。めっちゃ撃ってくるじゃん、あいつ。なんだお前。いる。オッケー。やった。サーマルスコープ強いぞ、これ。ちょっと待って、一旦回復したいな、これ、俺。でも結構、お、ちょ。どこだ、なんだ。いた。撃ちます。これ怖いだろ、あいつ。絶対怖い。よっしゃ、オッケー。これ強すぎだから。マジで強えんだけど。あれ、走ってる？あ、走ってるね。あ、結構落ちる。偏差あるよ、みんな。グレネードランチャーの偏差がめっちゃある。カーのサーマルスコープとか、いいね、なんか。さあ、カーです。カーゲットしました。これ、一人称視点にはさすがにできないみたいですね。カーのサーマルスコープだって。俺さ、狙撃銃めっちゃ好きだからさ、めっちゃロマン感じるんだけど、これ。で、俺結構鎮痛剤的なの持ってるんで、8個持ってるんで、ちょっと飲めるときに、ちょっと飲んでおきましょうか。めっちゃ息切りしてる、この人。OK、行きましょう。さあ、安全地帯収縮始まったんで、始まりましたね。あ、やったって、ちょ、おま、ちょ待って。オッケー、やった。あいつアホや。なんか後部座席に乗ってた。はい、じゃあとりあえず着きました。めっちゃ撃ってる。あ、こっち側にいるけど。下で超銃声させてるやついる。あ、いる。ちょっとこれカーで撃とうぜ。あされ。オッケー！ナイスヘッドショット。ちょっと楽しいぞ、これ。いますね、ここ。はい。
たいた、え、マジ、うわマジか、やられたんだけど、マジか、あいつもうまかったな。はい、じゃあということで今回は初めての、実況ということで荒野行動 PC プラスやってみました。まあ、結構面白かったですね。まあなんか偏差とかもあったり、いろんな武器とかがあったりね、結構楽しめるんじゃないかなと思います。ちょっとね、いろいろとまた見るためにも実況、まあ遊び半分ですけどね、やっていければなと思いますので、ぜひぜひよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよかったらよろしくお願いします。で、あと、通知ボタン押していただけると、生放送とかもやっておりますので、そちらの通知も来ると思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。